アンドレ・デビュース3世は、アメリカ合衆国の小説家、短編小説家、マサチューセッツ大学ローウェル校教授である。作家、アンドレ・デビュースは父親。パトリシアとルージアナ州出身の作家、アンドレ・デビュースとの間に、カリフォルニア州、オーシャンサイドに生まれたアンドレ・デビュース3世は、マサチューセッツ州とニューハンプシャー州の宗教に沿う、メリマック渓谷の工場長にて、スザンヌ、 ジェブ、ニコルの三人の舞帝と共に育った。小説を書き始めたのは22歳、テキサス大学オースティン校で、社会学の学士を得て卒業後数ヶ月が経った頃のことだった。生活費を稼ぐために、彼は、大工、バーテンダー、掃除婦、探偵、厚生相談員、中間施設相談員として働いた。短編小説、ホーキーがプレイボーイ紙に掲載されたのは、 彼が23歳の時だった。その長編小説、砂と霧の家は全米図書賞の最終候補作となり、本作を原作とした同名映画はアカデミー賞にノミネートされた。2011年の回顧録、トーニーにおいて彼は両親が離婚した後のマサチューセッツ州ヘーベルデの貧しい生活、喧嘩、ボクシングを語り、そして父親との関係を詳細にわたって、 改装している。エッセイブラッド、ルート、ニット、パールが、アンソロジーニッティング・ヤーンズ、ライターズ・オン・ニッティングに所集された。ペンアメリカン・センターの一メンバーとして、デビュースは、ザ・ナショナル・ブック・ファンデーションとザ・ナショナル・インド・ウォーメント、ホーザー・アーツのパネリストを務めている。教授として、ハーバード大学、タフツ大学、エマソン大学で創作を教え、マサチューセッツ大学ロー・ウェル校で、 専人教授となった。ダーティラブを語るデビュースデビュースの作品は、ベストアメリカンエッセイズ1994、ベストスピリチュアルライティング1999、ベストオブホープマガジンに選ばれている。また、グッケンハイムフェロー、全米雑誌賞小説部門、プッシュカート賞を受賞。アメリカンアカデミー・オブ・アーツ・レターズ主催の、ローマ賞最終候補作に選ばれた。 長編小説、砂と霧の家は、全米と書章最終候補作に選ばれたほか、ロサンゼルスタイムズブックプライズ、ブックセンスブックオブザイヤーを受賞。オプラブッククラブ、オプラブッククラブで紹介され、ニューヨークタイムズのベストセラーリストに載った。本作は20カ国語に翻訳され、2003年、バディム・パールマン監督による映画化作品は、アカデミー賞にノミネートされた。 妻はダンサー、フォンティーヌ・ドーラス。子供3人とマサチューセッツ州、ニューベリーポートに暮らす。2013。ありがとうございます。